デート当日、俺は入念にひげを剃り、髪を整え、綺麗な服を着て、デート服を振りしばき、清潔感に気を配った。そしてその日、先輩から教えてもらったデートの必勝法を実践することにした。人は好きな人といると心拍数が高まってドキドキするんだよ。まあ興奮するわけだ。すると自分が相手を好きなんだと自覚、いや錯覚する。錯覚？そう、恋愛のドキドキとお化け屋敷のドキドキ、ジェットコースターのドキドキは全て同じなんだ。同じ？そう、よく雪山で遭難した男女がなんとか助け合いながら生きながらえた末に結婚することがある。あれはまさに極上のドキドキ感を二人で共有することで、それがそのまま愛情になったんだよ。なるほど。つまり付き合いたいなら、お化け屋敷、絶叫系アトラクション、激しいスポーツ、劇的な展開の映画など、心拍数の上がることを二人でやればいい。これは全ての初デートのベースになる考えだよ。初デートは二人でドキドキするためにあるのさ。俺はネズミーランドに行くことに決めた。午後5時53分、あと7分後にミクさんに会える。緊張してきた。フリスク食べよう。あ、こんにちは。お待たせしました。ううん、全然待ってないよ。じゃあ行こうか。うん。デートの鉄則その2は、二人きりの状態を維持すること。イケメンの友達を連れて行ったら、ドキドキしている対象が誰か分かりづらくなる。だから二人きりがいいよ。それから二人で会う時間は、長ければ長いほどいいわけじゃない。え、昼の13時は早いですかね。やることが決まっているんならいいと思うけど、ノープランで13時はきついぞ。特に初デートはな。でも長く一緒にいたいんです。わかるけど、真っ昼間に会って時間を持て余すのは NG だな。限られた時間を共にし、もっと一緒にいたいと思わせたところで帰る。名残惜しさを演出する。そうすればまた会える。ネズミシーすごいな。こんなにアトラクション豊富なんだ。ケンジ君、どれに乗る？乗るアトラクションは暗いものがいい。暗い？そう、理由はさっき言ったようにドキドキするためだ。例えば真っ昼間の晴天で告白されるよりも、夜景を見ながらの方がドキドキするだろ。ロマンチックな場所っていうのは基本的には全て暗い。実際に暗い部屋にいる男女と明るい部屋にいる男女では、暗い部屋の方が親密度が上がったという研究結果も出ているんだよ。なるほど。暗いと車のスピードも上がるし、信号無視をするやつも出てくるだろ。人は暗いと大胆になるんだよ。確かに。だから基本的に女性とデートするなら夜だ。アトラクションなら暗いやつがいい。俺はネズミシーのアトラクションの中で、タワーオブテラー、海底2万マイル、スペースマウンテンに乗ることに決めていた。このアトラクションは間違いなく最強のラブマシーンだ。海底2万マイル乗ったことある？ううん。これ一回乗ってみたかったんだよね。これ乗ろう。うん。海底2万マイルすげえ。すごい。何これ。うわ。その後俺はドキドキする暗い場所ということ以外はほとんど忘れて、素直にアトラクションを楽しんだ。とても楽しくて、アトラクションで感じたことを話せばいいので会話に困ることはなかった。その後予約していたレストランでご飯を食べた。特急ネズミ価格だな。そこで一つのキーワードを思い出した。ミラーリング。そう、相手の行動を真似ることで無意識に好意を感じる心理効果があるんだよ。まあね。そう、例えばだけど、歩く速度とか合わせた方がいいのはわかるよね。あ、はい。あれと同じで、相手が食べたらこっちも食べて、相手が水を飲んだらこっちも水を飲む。なるほど。ただあからさまにやる必要はないから、さりげなくでいいよ。乾杯。そういえばこれもミラーリングなのか。ご飯を食べていろんな話をした。今日のアトラクションの話とか、地元の話とか、この後どのアトラクションに乗るとか。ただたまたまだが、俺の頼んだ北海道産じゃがいもホクホクピッツァの注文が通ってなかったのか、15分経ってもピッツァは来なかった。そして店員がやってきた。お客様、申し訳ありません。先ほど頼まれた北海道産じゃがいもホクホクピザの注文が通っておらず、あと10分少々かかりそうです。誠に申し訳ありません。来た。いや、ピザじゃなくてピッツァだから。女性の前で他人に優しくできる男はモテるぞ。他人？そうそう、人って他人にとる態度をすごくよく見ているんだよ。だから店員さんとかスタッフさんとかには愛想よくね。
いや、ピザじゃなくてピッツァだから。すいません。すいません、ジョークです。大丈夫です。むしろ10分も多く話せてラッキーかも。今日の授業は終わり。また来てね。